金沢八景駅は、神奈川県横浜市金沢区瀬戸にある、京浜急行電鉄、横浜シーサイドラインの駅である。駅名は、近隣の景勝地金沢八景にちなむ。京急の関係者や地元住民の間では、八景とも呼ばれている。1988年4月の駅周辺屋が、金沢八景駅、島式ホーム2面4線を有する地上駅である。 駅番号は KK50。上りホームには2006年3月上旬に、下りホームには同年3月下旬にエレベーターが設置された。2019年1月には、京城駅社改札口の共用が開始され、従来の改札はエレベーター専用改札口となり、従来の階段はホーム間の乗り換え専用階段となった。2021年6月に、 橋上改札口とホームを結ぶエレベーターが共用開始に伴い地上改札口は閉鎖される予定。かつては図紙線の列車の発着番線のみを表示する反転フラップ式発車表及び列車通過時にチャイムが明動する警告表示があったが2007年4月より列車入線時に6つのレントラー部局通過時にチャイムが明動する計算性の LED 式発射表に更新された。この発射表は、早朝、深夜と日中で、発着番線が異なる図紙、早間行きの場合、スクロール表示で案内され、早朝、深夜に、図紙、早間行きが4番線から発射する場合は、発着番線部分が常に点滅する。かつては、次の図紙、早間行きは4番線から発射します。という表示があったが、現在は、 無表示となっている。日中の平常運転時は、お知らせ等がスクロールされることは、ほとんどなく、津市、葉山行きの発車案内が、スクロール表示される。発車表の更新後は、本線系統の列車の発車時刻等も、表示されるようになった。なお、発車表は、京急線の帯駅と同様に発車時刻になると表示が、点滅するが、発車順序の関係により、 稀に次発列車の欄が、先発列車の欄より先に点滅する場合がある。すべてのホームに発車ベルブザーが設置されている。1.2番線発下り列車と4番線発寿司、早間行きがベル、3.4番線発上り列車がブザーである。1.2番線発下り列車のベルの音程は、行き先ごとに分けられており、横須賀方面行き発車時は1番線の電子、電令装置が、 津市早間行き発車時は2番線の電子電冷装置が使用されている。4番線発津市早間行き発車時は、京急川崎駅、下りホームと同じ音程の電子電冷装置が使用されている。上り列車はホームごとで分けられており、3番線発が低音のブザー、4番線発が高音のブザーが明動する。2008年8月までに、 ホームの改良工事が施行され、あまり使用されることのなかった、車椅子乗降装置、ラクープは撤去された。隣の金沢文庫駅までは京急で、唯一の複々線区間となっている。追浜方では、本線と逗子線が平面交差の形で分岐する。4番線には、総合車両製作所横浜事業所から、横須賀線逗子駅までの狂気改装線を併設しており、 三線機場となっている。四番線裏が寄りに隣接して、湘南電気鉄道開業時以来の瀬戸変電所の建物が残る。乗り場一番線からは、図紙線に入線できないため、図紙線への列車は原則として二番線から発車する。早朝、深夜は図紙線の列車は当駅折り返しとなるため、一部を除き、四番線から発車する。 本線下り列車の発着番線は、金沢文庫駅での発着番線に左右される。下り本線の特急列車は、基本的には2番線から発車するが、2番線に停車中の紙・早間行駅の列車に接続する場合は、1番線から発車する。また、紙・早間行駅が4番線から発車する、時間帯は、本線下り列車は、すべて2番線から発車する。 早朝、深夜の4番線発寿司、葉山駅は本線列車と接続して発車する。金沢文庫駅発着の寿司線直通の普通の一部は本線普通と接続を取り、普通が普通を追い抜く現象を見ることができる。なお、平日朝のラッシュ時は乗り換え客などで混雑する。これに伴う混雑緩和のため、上り特急列車は同時間帯。 京急富岡まで先着する普通列車が発車してからドアを開ける措置をとっている。また、日中、海徳の発車が遅れて、図紙線発の普通電車が入線してきた場合、後車は全車の発車後にドアが開く。上り電車は原則として本線からの列車は3番線、図紙線からの列車は4番線を使用する。ただし、平日朝の一部の特急は4番線から発車する。 また、かつて運転されていた、金沢文庫で快特に増結する、本線普通列車も4番線を使用した。接近メロディエグザイルのリーダーのヒロが、最寄りの横浜市立金沢高等学校出身である、ことにちなみ、2008年12月22日から、同グループの楽曲、道をアレンジしたものを接近メロディとして使用している。メロディは、スイッチの制作で、 編曲は塩塚博が手掛けた。なお、接近メロディ導入と同時に、通過列車接近時の警告音の音程が変更されている。島式ホーム一面二線を有する公開機である。駅番号は14。かつて2011年から関東学院大学前の副駅名が付いていた。当駅は開業以来、京急の金沢八景駅から東に200メートルほど、 離れた仮設駅での営業を行っていた。このため、金沢シーサイドラインは全線複線だが、当駅構内のみ単線になっており、片側の線路部分にホームを設置して利用していた。乗り場が一線しかないことから、当駅では案内状の乗り場番号は設定されていなかった。2004年3月30日に駅と歩道橋を連絡するエレベーターが軌道の先に設置され、 供用が開始された。2010年9月になって、金沢八景駅東口地区と地区区整理事業の具体的な計画が決定し、本設駅への延伸事業が始動した。2019年3月31日に路線を 0.2km 延伸し、京急の駅前に位置する本設駅が開業。2019年度中に構内を複線化する予定であったが、 新すぎた駅で発生した逆走事故の影響で延期され、2021年2月14日から供用開始された。乗り場接近メロディ、発車メロディ2番線の接近メロディと発車メロディは、仮駅舎時代の2014年7月1日より使用されていた。2016年4月18日から、道路線のプロモーションソングである、シーサイドライン私のお気に入りが使用されている。 新駅者移行後の2019年4月13日より、メロディを新たなプロモーションソング、進め、未来へ、に変更した。プロモーションソングへの変更前は、小田和正、確かなことであった。2021年に使用開始した一番線については、オフコースの、言葉にできないが使用されている。近年の1日平均上降人員は、下記の通り、 近年の1日平均乗車人員は下記の通り、バスターミナル京浜急行バスとカンナ中バスにより運行されている。駅に整備されたバスターミナル内の金沢八景駅及び国道16号上に設置されている金沢八景が最寄りバス停である。かつて仮設のバスターミナルが進行する前は駅前の細い路地に大型バスが侵入していた。 また以前は、カンナ中の路線は、駅前ターミナルに乗り入れず、国道16号上の、金沢八景バス停を、金沢八景駅バス停として、そこを奇襲点としていたが、2019年3月26日の11時頃から、駅前のバスターミナルに乗り入れを開始するようになり、以前の、金沢八景駅バス停は、金沢八景バス停へと名前を変更された。なお、 シーサイドライン運休時の代行バスなどは、横浜市営バス等が当駅に来ることがある。駅周辺では、金沢八景駅東口土地区画整理事業が計画されており、駅前ロータリー等が整備される予定である。そのため、金沢シーサイドラインの駅舎とバスターミナルは仮設のものとなっている。また、金沢シーサイドラインの延伸に合わせ、京急駅を京上駅舎化して、 連絡通路を設けることになったが、京急駅舎部分の工事についても、横浜ーサイドラインが第3セクターであることから、国土交通省の鉄道駅総合改善事業による事業主体となり、実際の工事は京急が自宅する形で行われる。当初は2016年度の事業完了を目指していたが、駅舎工事と再開発を同時に行うことになったため2018年度に、 変更された。施設の1日平均利用客数施設の統計データ、神奈川県県西洋欄その他の出店。ありがとうございます。